こんにちは、子犬です。皆様2023年いかがお過ごしでしょうか。私は、2022年の夏ぶりに米田コーヒーにやってきました。このグラコロがどうしても食べたくなって、っていうのもこの日の前の日の夜にYouTube でグラコロ食べてる動画を見たんですね。そしたらもうめちゃめちゃ食べたくなってきました。あ、見て、席がね44番だったんですよ。めっちゃ縁起がいいと思って、私4っていうのは幸せの死だと思ってるんですね。はい、なのでめっちゃラッキーだなと思いました。そう、食べ物に関しては本当にふっからになりますのでもう夜にね食べたいってなって早速次の日来たっていう感じです。で、このグラコロ、もう米だって全部そうだけど本当に大きくってねびっくりした。だけどもうすっごく美味しくて、ホワイトソースもとろーってしてていっぱい入ってるし、あとからしマヨもいっぱい入ってるし、ドミグラスソースもいっぱい入ってるし、衣もねサクサクで、本当にね恥ずかしながらなんかこうむさぼるようにというか、なんかもう次から次へともう食べる口が止まらないみたいな感じで、本当にあっという間に食べちゃいました。2個はね私食べれる、これでもみんな食べれるんじゃないかな。すっごい美味しかった。あっという間に完食です。でね、あずきこまちシリーズって私初めて飲んだんですけど、こちら私ねミルクティーの桜にしたんですけど、コーヒーと迷ってこれめちゃめちゃ美味しかったです。ミルクティーも澄んだ味だったし、あずきもね結構甘めですごく美味しかった。ということで、米田さんからこの日はですね、なんと星のコーヒーさんはしごでございます。このフルーツサンドに憧れておりました。このイチゴのねこのラッピングがすっごく可愛いなと思ってずっと気になっていました。これね端っこの部分でこんな風にマスキングテープで留めてあってめっちゃ可愛かったです。なんかハンドメイド感がありますよね。カスタードクリームとホイップクリームが半々ぐらいで入っていて、で甘さ控えめなのでこんな風にもうベロリと食べてしまいました。でこのね私のときめきポイント見てください。星が隠れている、これ初めて気づいた。めっちゃ可愛いなと思って撮っちゃいました。そして最近ねインテリア再熱しておりますうちのこと考えるの楽しくて、ちょっとお買い物して帰りました。何を買ってきたかと言いますと、まず先に本屋さんでこちら、手帳の本を買いました。これはね、手帳好きのお母さんへのお土産として買いました。立ち読みしたらね、めちゃめちゃ可愛くて、これこのページに一目惚れして買ってしまいました。この方のねインスタのアカウントも載っていたのですかさずフォローさせていただきました。めっちゃ可愛い、大好き。で他にもね可愛いページがたくさんあるので、時々お母さんに貸してもらって読もうと思います。そして自分用に買ってきたのはこちら、これは何だと思いますか。じゃーん、正解は、はい、ティッシュボックスですずっとね木製のティッシュボックスが欲しいなと思っていたのでやっと買いました。なんかこうナチュラルテイストでいいですよね。ちなみに今使っているのがこちら、クマちゃんの可愛いティッシュボックスです。これ2、3年前に買ったのかな。心なしかクマちゃんがなんか寂しい顔していますが、ちょっとどうでしょう、新しくしてみました。ちょっと大人っぽくなりましたねと思ったけど、やっぱねクマちゃん可愛くて捨てられなかったので、まだもうしばらくはティッシュ守っていてもらおうと思います。そしてこちらも久しぶり、ダイソーにお買い物にやってきました。なんかね久々に来たら楽しすぎてたくさん買っちゃいました。でねこのねポストカードのコーナーがすっごく可愛くて、しっかりこのモネのポストカードカゴに入れておりますね他にもねラッピングコーナーめちゃめちゃ可愛かったです。やっぱあれかな、バレンタインが近いからなのかな。で私が一番可愛いなと思ったのがこれ、クマちゃんのねラッピング、他にもねいっぱい可愛いなったんですけど、これすっごいときめきました。そしてダイソーからセリアにもはしごして、でセリアも本当に可愛いね。このクマちゃんのお弁当箱、これねメルのなんかこうおやつ入れにしたいなと思って眺めてました。はい、というわけでダイソーの購入品こちらです。なんかお掃除用品ばっかり買ってしまいました。でモネのポストカードね、これです。ポストカードの他にも大きいポスターとか、あと他にもなんかあったな、何かありましたすいません。はい、
で、セリアの購入品こちら。これはね、ゴミ箱です。そしてスリッパも買いました。こちら2足買いました。来客用に見せかけて、水色がお風呂に入った後用、この茶色が帰宅してすぐに履くようです。はい。で、ゴミ箱はね、こんな風にとっても素敵なミントグリーンなんですよ。で、私のお部屋って結構ミントグリーンとか水色が多いので、とても合うな、いいなと思って買ってきました。と言いながらも、ゴミ箱は私結構キッチンに置いちゃうことが多くて、キッチンはこの、黄色が多いので、まあ、こことも合うなと思ってこんな映像を撮っていますね。ちょっと冷蔵庫横ね、ごちゃごちゃしてるんですけど、ここもちょっとお気に入りエリアです。はい、というわけで、モネのカードをね、飾ってみたいなと思って開封の儀です。で、このテープがあのカードについちゃって焦ってる図です。カードね、たっぷり10枚入っていて、あと、丸いシール、今流行りですよね。なんか丸いシールもついていました。どれもね、すっごく可愛くて、で、私の好きな、というか、こう、私のお部屋にすごく合うなと思ったのが、モネの絵って水色が多いですね。なんかモネももしかして夏が好きなのかなーなんて想像しながら見てたんですが、どうなんでしょう。私は夏がすごく好きなので。これとかね、そこの、これなんていう絵なんだろう。なんかタイトル、調べたいなぁ。ひまわり畑みたいなね、絵があったりとか。これですよね。なんか代表作というか、有名な絵。私ね、これが一番気に入った、この崖の絵。めっちゃ素敵。もう本当に素敵だなぁと思って大感動だったので、なんか今年は絵画、美術館とか見に行きたいなってすっごく思いましたね。あと私、ゴッホも、全然詳しくないんですけど、ゴッホもね、すごく好きなんですよ。なんで、ゴッホと、モネと、あとフェルメール、やっぱそういう、なんだろう、有名ところの絵画から、本物をね、見てみたいなってすごく思いました。感じちゃった。だって、こんなになんか、ポストカードというか、こんな、印刷でも素敵だから、原画はね、すっごいもっとなんかこう、オーラがあるんだろうなと思って、ぜひそのオーラに触れてみたいと思いました。で、これね、めちゃめちゃ、あいみょんのマリーゴールドを歌いながら、貼ってますね。結構ね、配置考えるの難しかったです。こういう貼り方するの初めてだったんですけど、で、シールも何色がいいかなってすっごく悩んだ結果、選びきれず、1枚だけ貼りました。こんな感じになりました。どうでしょう？机の周りがすっごく華やかになって、今とってもお気に入りエリアとなっております。はい、思いのほか、この壁が可愛くなってテンションが上がったので、このね、お誕生日会した時のこのメル君の写真をですね、iPhoneケースに挟もうと思って切っているところです。私のiPhoneケースね、透明なので挟んだら可愛いなぁと思って切ってみました。可愛い。私このメル大好き。もうケーキに気づいてこうお耳がピョンってしててもめっちゃ可愛いです。というわけで、最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。バイバーイ。